はい、皆さんこんにちは。今日はですね、空調風人服、まあもしくは空調服、もろもろ、ファン付きジャケットに合うコンプレッションのご紹介です。まあいろいろコンプレッションありますけど、ちょっといいやつですね。普通の安物、安い低価格のものよりちょっといいやつご紹介で、空調服、ファン付きジャケットに合うものを紹介します。こちらですね、タルテックスですね、アイトスさんの商品で、品番が551034ですね、のコンプレッションウェア。これなんか雑誌でもね、ちょっと紹介されてまして、ちょっとゆったりフィットのタイプになってますね。で特徴はですね、特殊鉱石を練り込んであるということで、マイナス3度で感じられると、遮熱効果があるということです。あとまあ UV カットですね、してます。で、まあこういう脇の部分がメッシュになっててですね、非常にスポーティーなデザインになってますけど、ちょっとこうゆったりしてる感じですね。まあ、それが特徴です。で、マイナス3度。だ僕が体温が大体36度なんで、33度ぐらいになるということですね。はい、ということで着てみます、空調服。はい、空調風人服、着てみました。中はタルテックスですね。非常に涼しいですね、やっぱり。ちょっと汗かいてないんで、効果が、まだ半減というか、本領発揮している状況じゃないですけど、実際に汗をかけば、その気化熱でですね、だいぶ涼しくなると思います。なんて言ったってマイナス3度ですからね。ということでですね、空調風人服に、合うコンプレッションウェアは、今年はタルテックスの、551034を、おすすめしたいと思います。よろしくお願いします。